リーダー&イノベーション賢者の選択、今回のゲストは慶応義塾大学政策メディア研究科特別招聘教授夏野剛さんです。よろしくお願いします。夏野さんは大学でもちろん教鞭を取ってらっしゃるわけですけども、それ以外にいろんな企業で役員もなさってますよね。はい、そうですね。あれは社内、まあ、いろんなケースがあると思うんですけれども、はいはい、何社ぐらいでやってらっしゃるんですか今ですね。上場会社、一部上場会社5社で、非上場会社がまた数社やっていますので、そんな中でニコニコ動画の役員、まあ、ご存じない方もいらっしゃるかもしれないですけど、あのニコニコ動画っていうのは、まあ、YouTube っていうのが有名な動画サイトとして、まあ、Google がやってる世界、いろんな人が映像をただで投稿してくれてそれを見てると、でこれの日本版と思っていただければ結構なんですけども、ちょっと違うところがあって、その動画あるいはその生放送ですね、生放送の画面に、例えば野球の中継なんかもやってるんですが、自分でコメントを書き込めるんです。ですから例えばこの番組をこう放送してるとすると、この画面の中にですね、今言ったことちょっとおかしいんじゃないとか、リアルタイムでリアルタイムで書き込みができる。私も実は見てますから、これ面白い。面白いですね、あれ。しかもね、本題っていうか、まあ、あるんだけど、それ以外とかいろんな趣味の分野とか広がってて、夏野さんなんかあのワインを飲みながら番組やってるんだね。もうニコニコワイン講座っていうワイン番組。だんだんみんな出てる人酔っ払っていくわけ。そうなんですね。この酔っ払っていく姿を見ていくんですけど。そういう番組なんですか。ちゃんとね、ブラインドテイスティングとかね、あの真剣にやってるんですよ。そういう新しい広がりが出てくる、そこに新しい発想が生まれてくるっていうのはね、すごいことだなと僕は思います ね。これも先ほどのやっぱり多様性っていうことにすごく密接に関わっていて、人間の趣味はもうそれこそスポーツだけでももう大変な数ですからね、たくさんあって、でやっぱり自分の該当する番組がたまたまその時間に流れてるっていう遭遇確率がもう低いもんですから、そうなるとそこをね、補完するメディアが必要になってきて、それがニコニコ動画だと思います。夏野さん的には経営とワインってこう深い関わりって、いやあるんですよ。それがどういったところですか。ね、やっぱりね、予測ができない。過去の経験は全く生きない。やってみてなんぼ、飲んでみてなんぼ。なるほど。誰かに言われたことは自分で体験しないとわからない。美味しいワインは飲んでみなきゃ。経営は？経営もやってみなきゃ分かんない。やってみなきゃ分かんない。あ、それでも、ね、毎回違うことが出てくるからね。うん、僕結構あのワインを飲んでると、ああ人知を超えてるなっていつも思うんですけど、それ何かっていうと人の知恵ってことですか。そうです。何かっていうと、やっぱりもう刻一刻と状態が変わっていく。それからやっぱり畑と天候と作り手っていうのの組み合わせで、絶対いいワインができるはずのところから美味しくないものができたりするとか、全然ダメだと思われてたところからものすごい名作品が生まれたりする。しかもそれがこちらの年齢とか経験とか、そして何年経ってるかということによって常に変わっていく。そうですよね。つまり無限の組み合わせがあるので、もうワインを全て知ることは不可能。不可能ですよね。だからこそこの無常を知れるみたいな、だからね、こう奥が入れば入るほど深いのが、はい、まあ言ってみればワイン道ですかね。だからもう、もう制覇することは不可能って最初から分かってるものっていうところがですね、好きなんですけど、まあ、これワインの話出すとね、番組の時間足りなくなっちゃいますんで、あの3つ目の日本元気化戦略のキーワード、10年後の日本、これはどういう意味なんですか。今ですね、日本が元気がないっていうふうに言われてるんですけども、よく見るとですね、例えばこの国民が持っている個人金融資産というのは1450兆円あるんですね、でこれ国の負債がまあ全部合わせると1000兆円ってまあ一声言われてますけども、まあいろいろね、国が資産持ってるから差し引きだとかいろんな意見ありますが、まあ国債の債務の発行残高を見るとやっぱり1000兆円でもまだ450兆円ありますね。あるいはですね、上場企業の内部留保、これが250兆円ある。これはすごいんですよね、日本は。ですからこれ合わせると1000兆円差し引いても700兆円、まだお金持ちの国だと。 GDP を上回るお金が余ってる、でこんなお金が余ってる国は今時日本ぐらいです、アメリカもこんなに持ってます、それからですね、やっぱり今人材の質っていう意味で言うと、今の若者うんぬんかんぬん言われても、やっぱり例えば新入社員をですね、放っておくとですね、
僕に私に何かできることありませんか、うん、こんな奇特なことを言うですね国民はいませんよ。なるほど。労働力極めて高いんですよ、やっぱり、うん、マネジメントの授業で海外の MBA なんかでまず最初に教えるのはいかにサボらせないかですから、うん、それに対して日本はそこにボランティア精神がある、うん、もうすでに質がいいわけですね。質がいい、で優秀なものが作れる、うんうん、こんな素晴らしいアセット2つ持ってるわけですね、でこれを活かせるか活かせないか、うんうん、で経営の三種の神器って言われてるのはこのお金と人、そして技術なんですが、これ技術があるわけです、うん、ですから iPhone は日本の技術がなければ作れないわけですね、うん、あの787も、飛行機ね、はいはい、日本の技術がなきゃ飛ばないわけです、うん、あのカーボンファイバーがないと、つまり日本の技術はコアを成してる、つまり経営の三種の神器全部揃ってる、全部持ってるわけだ、でこれを10年後にはきっちり生かすべきなんですね、うん、生かすべきっていうのはなんとなく分かるんですけどね、はい、どうやって生かすのかっていうところはみんな分かんないでしょ、うん、で、これ生かすのはもうリーダーの自覚だけです、うん、リーダーって言った場合にはリーダーっていうのはですね、例えば国のリーダーは首相、でもどんな単位にもどんなグループにもリーダーっているんですよ、で例えば今この、ね、番組をご覧になってる方も、うん、例えば会社の中で小さいプロジェクトのヘッドをやってるかもしれない、うん、あるいは部長さんだったら部のリーダーです、うん、その方々がとにかく甘えを捨てるってことです、うん、よくあるのはね、うん、いやいやまあ本当はこうじゃなきゃいけないの分かってんだけど、うん、まあ今までこれでやってきてからこれは甘えですよ、うんうん、あるいはいやまあ本当はこういう戦略をしなきゃ我が社はダメなんだけど、うん、まあ我が社の社風はこれじゃダメだからなって代表取締役が言うなっていう話ですね、うんうんうん、つまり甘えがあるんです、うんうん、でもし自分がその仕事を全うできないと思ったら早くリタイアすればいいだけです、やめれば社会がそこを修復します、うん、ところが居座るでしょ、うん、これやめた方がいいんですよ、うん、そうなんだけどこのリーダー層を変えるっていうのは日本ではものすごい今のところ難しいんですよ、やっぱり権威主義みたいなのがあるからですから、うん、まずはですね、うん、民間企業の場合は簡単ですね、上場企業の場合は株主がもうちょっとしっかりすべきです、うん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 、で社外取締役には異常になんかブツブツ言うくせに、はい、パフォーマンスを出してない常勤取締役には何も言わないみたいな、うんうんうん、こういう個人株主さんはもう一回考え直した方がいいですよ、うんうん、とかね、うん、機関投資家もですね持ち合いっていう、甘えたことはやらないで、うん、やっぱり業績重視でやるべきだし、うん、っていうことをやれば、うん、あるいは東証なんかのルールもですね、うん、やっぱりきちっとしていくべきです、うん、だって社外取締役を義務付けるのに経団連が反対するってこの理屈は全くわからない、うん、おっしゃるとおりです、ですからそういう声をやっぱり上げていく、しかも株主の方がきちんとチェックするという体制ができれば、民間企業の方が早いんですね、で一番大変なのは政治だと思います、ただ政治もですね今潮目が変わってきました、やっぱりあの大阪市長の橋本さんなんかのコミュニケーションスタイルはこれ好き嫌いはありますが他の政治家に影響を与えてます、やっぱり発信しないとダメだ、むしろ発信してない政治家に票を入れないでください皆さん、だって自分の言葉で語れない政治家はいらないはずだから、まあ、何をやるかわからない人にね一票入れるって人は危険だよ、は言っちゃいけないんだね、ですからやっぱりちゃんと主張する、あるいはちゃんと例えばね今技術があるんで自分の見解をきちんと発表することは技術的に何の問題もありませんので、それを問うていくっていう姿勢をやっぱり有権者我々が持つ、これで日本はねガラッと変わるんですね、有権者の方もねやっぱり単なる傍観者じゃダメだと思うんですよね、実際に自分がじゃあどういうことを今求めてこの国をどうしようと思ってるのかな、いや僕はあの日本っていう国が世界のベンチマーク国になるべきだと思うんです、つまり基準になるってことは、ね、はい、ベンチマーク基準ですね、であのもうね、GDP で世界第2位は中国、でそれ人口違うから当たり前じゃないですか、でそういうことを狙うんではなくて、やっぱり世界にどれだけの貢献がこの国としてできるかはやっぱり世界が これから直面する問題を先に解決していくってことだと思うんですね、でこんなに少子高齢化になってる先進国は我々だけですが、これ中国は間違いなく後ってきます、これからね、はい、これからで世界的に今アフリカなんかアジアあの中東なんかも人口増えてますが、必ずこれ寿命が伸びていくと必ずですね少子化が起こり、そして同じ問題に高齢化の問題直面します、これをやっぱりねソリューションを我々が一番最初に提供する、しかもそれは国内のために作ったものが、まあ将来は国際的に展開することによってまたリターンも得る、あるいは原発の問題もそうですよね、これ最終処分場の問題は各国が全部直面する問題ですから、これをどう解決するか、これ自然エネルギーにどんだけ移していくのか、これも日本が率先して
もっともっと推し進める、うん、それによって世界に煎じて、うん、みな世界の未来は日本にあるんだっていうこと、うん、しかもそれをうまく処理してる、うん、うまくこれを回してるんだっていうことを見せてあげることによってこれがビジネスモデルになってくると思うんです。やっぱり見える未来モデルっていうのはどれだけ提供できるかね、うん、グローバルの場面でね、うんはい、これが日本の本当に10年後に必要なことでしょうね、はいはい、ですから治安とかね、もうコミュニティの強さとかこれはねいくら日本が弱くなったとは言っても、うん、やっぱり世界に比べれば圧倒的にいいですよね、うん、ですからこういう諸条件、ご飯が美味しいなんていうのもねこれねもうなかなか得られないことなんですよ。だからそういっぱいのものがあるとこれをきちんとプロデュースして世に出していくリーダーシップが今、はいしかしそれはリーダーがいないんじゃなくてリーダーの選び方に問題があるので、うんうん、作り上げていかなきゃいけないリーダーは少なくともちゃんと投票はしましょう、うんうん、少なくとも株主としてきちんと意見は言いましょう、うん、こういうことをやっていくことで、うん、僕は結構簡単に直すんじゃないかと思ってます、うん、いやなんかお話伺ったら元気が出てきました、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。で自分がこれだったら俺はやる気になるとかこれだったら私はもう寝ずにでも頑張れるってことを見つけられた人が幸せなんですよ、はい、いや大変だけどでもやりたいと思うことを見つけるためにずっと生きてきててずっと生きていくんです。でもちろん年を取ってなんか違うことをやりたくなったりする、あるいは一つのことを成し遂げたらまた次の目標が見えてきたりする、これの連続なので、やりたいことを見つけるためのプロセスなんですよ人生。